国国久3月10日から1935年3月4日は、日本の家族、陸軍軍人。陸軍不評大尉。公爵。国の宮国彦王の第二王子。公順皇后の兄、上皇の王子。金城天皇の王子にあたる。学習院初等科を経て学習院。中等科在学途中の1918年4月の17歳の、時。 東京府立一中二年時に入学。1920年12月1日の府立一中四年時だった時、当時の皇族の慣例に従って、主幹候補生として、この F 表第四連隊に入隊した。1921年10月1日の20歳の時、陸軍主幹学校に入学。1923年、陸軍主幹学校を卒業する。期には、 松谷誠陸軍大佐、荒尾京高陸軍大佐、石川進陸軍大佐らがいる。同年10月25日、親戚公下志向爵を、受釈、国の加盟を賜り、14位に除せられる。1932年3月9日、満30歳となり、貴族院公爵議員に就任した。1935年、浴室において、脳出血で死去した。 国国久と、信子夫人はじめ公爵、島津忠沈みの女漁師と結婚、後に離婚し、死爵、松浦康の次女信子と再婚した。妻の信子は、国久との間に子がなかったことから国久正去の後、国家を離れる。国家は、伯爵、三条西君正と、妹、信子女王の次男実影が後を継いだ。三坂へはその後、 田口修の長女ミサと結婚した、国久王に関するカテゴリー、ありがとうございます。